クイズ長嶋茂雄。どうもこんばんは、クイズ長嶋茂雄の吉川というふうになりました。ニッチなクイズ番組ですね。今日はどんなクイズが流れるのでしょうか。長嶋のクイズ、ゲストにお越しいただいてます。ゲスト牛犬陽子さんです。来るわけないよ。やばいありがとうございます。やばいって今日は回答者2名お越しいただいております。じゃあまず囚人ナンバー、囚人番号とお名前からお願いします。噛むようならやめてください。囚人番号895番、囚人なんやロキスプラッシュです。囚人番号580番、片桐です。お願いします。来たら急に囚人って言われたんで戸惑ってますけど。自覚がないんですね。自覚がないっていうか、僕は囚人っぽい。これはもう面倒くさいね。温まったところでね、早速じゃあ参りましょうか。ちなみに長嶋茂雄知ってますか。いや、それはもちろん知ってますか。はい、ミスター、ミスターです。数々の名言を残してるんですけど、その中からちょっと10問ほど抜粋してクイズにしてきましたので、クイズのその答え合わせは映像でやります。その際でちょっとまあ水を含んで見ていただきますということで。はい、じゃあ早速第1問。引退後の番組のインタビューに応じた際の映像です。現役時代の朝のルーティンについて。朝練した後に朝風呂に入る。で、その後に必ず美味しいものをまず食べることで、体内の血液が丸々とした細胞を作っていくと答えました。それは何と答えました。何々とした、朝練をして朝風呂をパクッと浴びて、で、美味しいものをガーッと食べる。それをすることで、こう体内の血液がね、こう、とした細胞を作ってくるんですか。じゃあ、野木さんから。サラサラとした。うん。片桐さん。はつらつとした。なるほど。じゃあ答えを見ていきましょうかね。作っていただいて。いや、まだ早いですよ。正解 VTR どうぞ。この山はいつもね、朝の早朝でね、知らせを一緒に書いてね、そして朝風呂でそしてね、朝ごはん食べる、美味しいものを食べる、ね、美味しいものを食べて、それは体内の血液がね、もう本当にひっつりとしたね、最高を作ってくれということで、正解はしっとりとしたでした。最初さ、映像古すぎてめっちゃおもろかった。第2問、はい、次の映像はとある試合後のインタビュー、桑田投手について語った。はいはいはい、うん、桑田真澄ね。一応まあ勝ったんですよ、その試合。今日の桑田さんどうでしたかと言われた時に、ミスターは〇〇で負けて〇〇に勝ったと。はい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 、いう言葉を残してます。〇〇に負けて〇〇で勝った、その2つをちょっと答えてください。ミスターが起源なのかな、このことは。じゃあ、野木さんから。試合で負けて気持ちで勝った。うん、なるほど。片桐さん。試合に負けて勝負に勝った。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、正解 VTR、どうぞ。正解は相撲で負けて勝負に勝ったでした。関係ない、相撲関係ない。第3問。監督時代、当時ドラフト1位で入団した佐田岡投手、番組で対談するようなシーンがありましたと。佐田岡選手は田舎の高校からこれから上京してくる選手、その選手に対して、ミスターがかけた言葉、初めてか、佐田岡○○着るの初めてか。さて、○○の中は何でしょうか。着るウェアの着る、これからプロとしてもらえば。あ、はい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 、なるほどね。でもなんかそういうことな気がする。ミスターだからね、プロ野球選手になってどうだよね。まあそういうニュアンスで多分言ってるんだと思う、ミスターは。なんかそこは、はい、わかりました、はい、じゃあまず片桐さん言いましょうか。スーツ。おお、じゃあ野木さん。ユニフォーム。なるほど。ユニフォームは部活の時に着てるだろ。まあそう、巨人のって意味なんじゃない。あ、まあまあまあ、ね、じゃあ正解 VTR を見てみましょうかね。今度佐田岡、あれだろう、爪入りから今度あれだな、おい、色く切るんだな。え、初めてか、色く切るの。正解は洋服でした。え、ミスターだから。そんなわけねえだろ。今着てるやんて。ここで大体まあミスターが普通じゃないっていうのは分かったと思います。まあ、確かにね。試した上で答えてくださいね。提案ねえよこれ。続いて第4問。次
次はボクシングの解説をした際の映像ですね。はい、アナウンサーから今日の試合はどういう風にご覧になりますかって聞かれて、次のように答えます。〇〇を通じたですね、一つの男の戦い、これちょっと見たいですね。〇〇をちょっと入れてほしい。通じたっていう言い回しが正しいかわからんけど、じゃあ野木さんから、パンチを通じた男の戦いみたいな。なるほど、はい、片桐さん、魂男っぽい感じ。男ですね。じゃあ正解をちょっと見てみましょうか。今日の試合ですがね、ドイツ、どこをご覧になりますか。ですね、まあしかしいろいろテクニックの問題だといろいろ戦いはあるでしょうけどね、まあ一つの野球を通じたですね、一つの男の戦い。例えば野球でした。野球を通じた男の戦いでした。まあまあできましたね。第5問、監督時代の映像ですね。はい、試合後のインタビュー、まあ、勝った試合だと思うんですけど、インタビュアーの方から途中バッテリーの呼吸が合わないような場面があって心配しましたと言われます。それに対して、ミスターは、まあ、ちょっとこう、〇〇の関係でね、というふうに答えてます。そうだ、それ何の関係なんでしょうか。野木さんから。はい、多分もうちょっと変わってるってのは分かったんで、いやらしい関係でね、ちょっとボケ。なるほど。勝って余裕が出てきた。なるほど、それボケる。そうです、なんですね。はい、じゃあ、片桐さん。それで言うと、俺横文字使うイメージがあるから、うん、リズム。おー、なるほど、なるほど。じゃあ、ちょっと見てくださいね。途中バッテリーの呼吸が合わないようなシーンがあって心配しました。うん、ちょっとこう、シグナルの、関係でね。近いやん。そう。バッテリートランシーバーやん。てか、シグナルでした。シグナル？第6問。監督時代にエースを務めた桑田真澄投手、これがよくミスターから名前を間違えられることが多々ありました。さて、何と間違えられたことがあるか、一応3パターンあるので3つ答えてください。桑田真澄、桑田、まあ、基本的には名字で、野木さんから。久喜田、木下、桑森。うん、なるほど。片桐さん。僕はですね、桑原、清田、清原、 AK でちょっとかぶってくるとこあるんじゃないかな。うん、ちょっと正解を見ましょう。出てました、斉藤、そして、まあ、桑田、あとはまあ、桑田さんとか。正解は桑田でした。桑田田おもろいね。ゼロですよ、正解。大丈夫ですか。当てたいな。確かに、なんか当てたいな。うん、次多分割と分かるかもしれない。分かりやすいと思う。第7問、オールスターの試合後の監督インタビュー見てどうでしたかみたいな聞かれた後に、ミスターこう言います。やっぱりオールスターらしい夢の〇〇。オールスターらしい夢の、これはだって、いやー、もうマジでひねりようがないわ。うん、野木さんが夢のゲーム。あ、一緒、ゲーム。あー、うん、なるほど。じゃあ正解見ましょう。やっぱりオールスターらしい夢のドリームとしては、てか夢のドリームでした。出た。This is。 続いて第8問、はい、イリキ投手、イリキ、はい、イリキ投手が、まあ、好投して勝利した試合後インタビューにて、いやー、イリキがよう投げてくれましたね、133球、球威劣らず、〇〇、なんとか球数これだけ投げても球の速度は落ちずに、〇〇は〇〇と。球威ときたら、まああれじゃないですか。じゃあ野木さんが、球威を取らず元気はもりもり。うん、なるほど。片桐さん、球威を取らずコントロールブレず。おお、見てみますか。はい、これで投げてくれた、いい点を投げてくれました。133、もう球を取って制球乱れる。めちゃくちゃ悪いうち、めっちゃ頑張ってる。制球乱れるでしょ。第9問、水泳のイアン・ソープ選手。はいはいはい、懐かしい。彼が来日した際に一応なんか対面する機会がありました。その時にイアン・ソープの年齢が気になったミスターは、イアン・ソープに直接聞くんですね。何歳ですかと。その時どういう風に尋ねたか。彼外国人じゃないですか。そうね、うん、そこを踏まえた上で考えてください。これ俺当ててるんじゃないかな。じゃあ野木さんから。You are old?うん、なるほどね。文法が違うと。片桐、うん、さん。はい。How much? オーバー。なるほど。ちょっと正解見てみましょう。何さん、今美味しそうなの？何美味しそうなの？何さん。正解は How old? でした。はい、じゃ
最初問題いきましょう。はい。移動中の映像だと思います。ファンの一人の男性の人とのやり取り。ファンの人が、まあ、ちょっと私風邪ひいて、でそれに対してミスターが〇〇でね、今年は全国的に〇〇だから〇〇であんまり良くないからちょっと気をつけてくださいね。当てに行きます。じゃあ野木さんから。今年は雪だからね、ああ気をつけてね。サミからね、片桐さん。はい。ミスターはね、言いたいことに関する言葉適当にもう出てくるまま言っちゃうんですよ、うん、だから風の話してて、うん、あれのせいで風が流行ってるからねって言いたいんだけど言葉がバーって出てくるからワクチンです。ワクチンのせいで風が流行ってる。なるほど。はいはいはい。ワクチンこれ当たってる。時代あったか。あるわ。狙い的には悪くないから。次ます。インフレでした。インフルって言いたかったんだろうな。インフレ関係ないもんな。終了です。正解です。悔しい。悔しい。最後なんかミスター風に一言どうぞ。バーッと正解しちゃいましたけど、またこれからもね、パーッとね、コロルにも気をつけてね、やっていきたいと思います。あ、コロル。コロネの方が良かったかもしれません。そんなに僕なんてことないからね。すぐ出てこって。ということでクイズ長嶋茂雄でした。さようなら。爪入りから今度あれだな、おい、よく切るんだな。え、初めてか。あとはまあクワバタとか。